おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。今日はですね、小学校の5、6年生対象にやる出前授業なんですね。マイクロビットの。それの練習ということで取らせていただいてます。で、構想はどういう構想かっていうと、スクラッチをかなり使って、もうプログラムができるっていう方にマイクロビットの紹介ということなので、好きな子にはどんどん自学自習してもらおうというコンセプトで、入門というのをやってみたいと思います。だから本当にいろんなものを触ったことなくて、初めてマイクロビットっていう、体験の人にはちょっと構成が違うかもしれませんが、まずはマイクロビットのホームページ、これを使って勉強を進めようということで、このサイト行ってもらって、で、英語なんですけども ここのランゲージで、日本語を選んで、日本語でプログラムしよう。で、ここの中へ入ってきてもらいましょうと。で、ここでも日本語かどうかっていうのを確認しようっていうので、言語を変えるで、ちゃんと日本語が選ばれていますかということで、日本語を選んでもらって、で、いきなり新しいプロジェクトを作っていくんじゃなくて、入門チュートリアルがこれだけ用意されているので、このチュートリアルを使って説明しようと思ってます。で、全部やるっていうのも難しいので、これをやって、で、ボタンがマイクロビットについているので、ボタンの話をして、で、それから乱数っていうサイコロが作れますよって、これ加速度センサーも絡んでくるんで、ここまで行って、で、この次、マイクロチャットも面白いんですけど、ちょっとそこへ行くともうなんか、わーって盛り上がっちゃいそうなので、ダイスが終わったら、この下だいぶずっと行って、科学の下にさらにいろんな割と面白いものがあって、コンパスとか、レベルメーターとかいろいろあるんですけど、ここの、光センサーですね。これを紹介するっていうような流れで、で、あとはやりたいものをどんどん自分で同じような要領でやってくださいっていうふうにしとけば、私が1時間ぐらい、出前授業する中でもっとやってみたいっていう子はどんどん勉強ができるかなという構成で考えています。で、まずはこうやってここをクリックして、このブロックっていうのを使うんだよっていうことで、これブロックしてもらって、どんどんこれに沿って進めていくと。英語は出てきますけど、最初はどんなことするかっていうのが、プログラムがあるよっていうことで、これは OK を押してもらって、で、この電球マークをクリックしてですね、ここのブロックと同じように並べていけばいいんだよと。英語出てくるんですけど、あんまり気にしないでねと。で、ここで日本語ってやれば翻訳もしてくれるのでっていう話も少し触れて、翻訳を入れてやってもらってもいいですけど、ここは日本語のにはならないので、で、ここだけちょっとオンスタートとフォーエバー、これはよくこれがスタート、始めだけで、ここはずっとっていうブロックだよっていうので、ずっとっていうブロックにこれを入れてハートマークを書きましょうと。で、ずっとがあるので、そこにこれを入れてハートマークを書いて、で、できれば次へを押してもらって、で、これでと別のもう一つ持ってきましょうということなので、もう一つ持ってきて、で、これでここにシミュレーターっていうのがあって、このプログラムが動いている様子がこっちで見れるよっていうのを説明しようと思います。で、あと実際、出前授業先では実物もあるので、これでダウンロードして、実物でも同じようになるよねっていうので、これで一つ出来上がりという流れで、この要領で他のやつもどんどん進めていってくださいというふうなことでいこうと思います。で、これの次はボタンですよね。ボタンのブロックでもう全部同じ要領でいけます。で、今もうさっき日本語、これですね、これブラウザーの機能なんですけど、Chrome の機能で日本語化されているので、英語が出てれば日本語が出てくるので、こんな風にしましょうと。で、これボタンが押されて、これ日本語になってますね。ボタンが押された時っていうのを出して、どんどんここを見て、この A の中にこれを入れましょうっていう流れで、
で、まあ、ここの絵ですよね。ここの絵はまあ好きに描いていいので、こんな形で別に完全に一致させなくてもいいですよ。で、次 B ボタンを押された時っていうんですけど、これ右クリックするとコピーができるので、これでコピーして黄色、同じやつはダメですよっていう意味で黄色になるんですけど、これで B にして、 B を押した時の顔を描きましょうと。 B の時は困ったコンマークになってますけど、で、これで小 LED、 AB ボタンの時はこうキョロキョロするようなものをしてみてはどうですかっていうので、 AB ボタン両方押すっていうのがあるので、こんな形でこれをコピーして、こんな風にすると、はい、AB ボタンの時はこういうアクションになると。で、シミュレーターの方はこれ同時に押せないので、 A プラス B ボタンが出てくるので、これを押すとこんな風になりますねと。で、ダウンロードして同じようにできますよと。で、こんな形で、まあ、ボタンも使えるという話をしようと思ってます。で、同じ要領でボタンが終わればサイコロですよね。サイコロはサイコロと同じように振動させたら数字が出てくるっていう風にしようと思うので、オンシェイクっていうのが出てきます。揺さぶられた時っていうのを使いましょうと。で、その中に数字を表示というので、数字を表示で、で、ランダムナンバーっていうのを計算の中から出してきて、これを入れるんですが、これ0から10になってますよね。これを次で、これ数字は1から6、サイコロは1から6なので、そこの中を1から6に変えてくださいということで、これを1から6に変えて、はい、これでシェイクってやると、ここにシェイクボタンが出てくるので、これを押すと1から6の数字がいろいろ表示されますというのがシミュレーターで確認できるので、ダウンロードして、で、揺すってみて変わるっていうのを確認してみてくださいというふうに進もうと思ってます。まあ、ここまでで、まあ、マイクロビットのボタンと振動センサーっていうのがあってスクラッチのようにこの画面だけじゃなくて、実物に対していろんなものを感知させて動かせるっていうのがマイクロビットはできるんだよというお話をしようとしています。で、これの次はこの下の方にあるこの光センサーというのをやってみようと思ってます。で、これは光のレベルを表示しますよということで、ずっとの中に明るさを読むという変数ライトと作ってもらって、リーディングってなってますけどね、明るさで、この中の明るさ、これをここ入れてくださいと。で、次へでこの読んだリーディングをグラフ表示させましょうというので、これを出して、ここにライト値で最大値、ここを255にしてくださいと。するとこんなのが出てくるんですよね。ちょっと微妙に変に日本語化されちゃってますけど。で、明るさセンサーはこう明るさが変わると、このグラフのバーの光具合が変わるんですよっていうのになって、実際こうやるとこの光の量に合わせてこっちがグラフが動いて、実際今読んでる量が見れますと。で、これをダウンロードする前か、ちょっと待ってくださいね。で、これの数字を戻りましょう。こっちか、こっちの戻って、で、ここまで来ましたよね。で、次ボタンを押した時にいくらの数字が出てるかっていう風に見えるように、ちょっとこんなのも追加して数字で見れるようにしましょうと。もしボタンが押されていれば数字で明るさを表示しましょうと。
ちょっとこのあたりはスクラッチでもプログラムが慣れているっていう前提でもうどんどん書いてみようと思ってます。でこうすると A ボタンを押すと今の光の量ここ128っていうのが読み取れるようになりますよというふうになります。でここで面白いのはこれ実物にプログラム書くとここに実物のボタンが出てくるのでそれをこのシリーズ3本のビデオになろうと作る予定なんですけどこの3つ目の動画でそれを紹介しようと思ってます、はい、これがまあワークショップで考えている内容で、まあ、このような形で出前授業ですね。冒頭はちょっと どういうことをマイコンとコンピューターの違いみたいなことを軽く触れてですね、でワークショップをやってで最後は実機の光センサーでいろいろグラフが描けるんだよっていうようなお話をしてもっとやってみたい、そろそろ時間になると思うんですよね。それぐらいで1時間だと思うので、まあ、それで時間になればあとは自分で同じようにいろんなチュートリアルやったりプログラムを作ったりしてみてくださいという話にしようと思っています。はい、いかがだったでしょうか。今日は、まあ、出前授業のワークショップですよね。マイクロビットを使って楽しむっていうところを まとめて紹介してみました。はい、今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に月火水はマイクロビット、木金土はウェブ VR の説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。